ワールドプレミアの2部リーグが開幕し、ネイマールが所属していたサントスとの戦いでした。これに快勝し、2部リーグは通過点となりそうなレベルだと感じましたが、どうなるか。シーズン中の育成の方は、手探りながらやっております。これは成長確認の時にまとめて報告することにして。ワールドプレミアは、第2節、AC モスクワとの試合。ここにも勝ち、連勝スタート、何チームか強いところはあると思うので、上位に食い込むのは問題なさそうです。さらにゲルゼンキルヘンという名のシャルケには引き分け。2部リーグも問題はなし、となると移籍オファーに期待していましたが、一つのオファーが舞い込みます。いい選手なんですが、成長のピークが近くて、難しかったウッドガード、彼に11億のオファーが来たので乗ります。オファーに結構乗ってきているので、戦力が定まらない、でも売らないと経営が上向かない、そんなジレンマで数年プレイしている気がします。移籍金、支払った年俸を合わせると22億ほど入ってきました。これは良かったと思います。J の選手や、未所属選手、成長のピークが遠い選手を探すべきか。結構本当に悩みどころです。チームのポリシーは、真ん中ちょっと右あたりなので、その周辺の選手で、ピークが遠い優秀な選手。そんな限定的な補強は贅沢すぎますよね。正直ポリシーは離れすぎてなければいいし、もう少し若手を育てる形で置いときたいというのがあります。ユースをそのまま育成させていましたが、ここは早めに引き上げる方がいいのかな？その辺はおいおいやっていきます。そんな感じで悩みつつ、ピークが遠そうなミッドフィルダーの補強を決定。この選手を3440万で獲得します。6月に入団、育てるのかな？ちょっとわからないです。さらに今度は、世界屈指のフォワード、ブラノフ。ピークが近いのがなぁ。売れるだろうけど、取りましょう。年俸交渉は6億6千万スタートでしたが、ほぼ半額で獲得。オファー待ってます。俺、選手を売って施設を増やすんだ。お金のための補強がメインで、育成のための補強が進まない我がクラブ、前半最後の試合は、ワールドプレミア第9節のセビリア戦です。残り13試合ありますが、一部に昇格するのはほぼ確定と言っていい折り返しとなります。7月、ブラノフが入団し、後半の監督スタイルは、経営力や指導力のスキルが得られる、ゼネラルマネージャーに変更します。キャンプは安いところに2箇所？このゲーム慣れると、もっとお金持ちになってるものなのかな？若手の発掘だって、何気にしっかりやってはいます。結果はゼロなんですけどね。その後、中東のカリームさんが来訪、これはもしや、と思いましたが、いい選手が入ったという報告。本当に期待しました。がっかりです。じゃあ、もっと補強だ、ということでスザニッチ。ポリシーは近い、ピークは遠い、スター選手、欲しいかも。この選手を、1億2700万で獲得、今思えば結構期待ができる選手を取った気がします。スザニッチは、8月に入団し、リーグが再開した、8月4週、すごく久しぶりに、調査はなかなか順調と報告を受けます。9月、サントス・アレサンドロと、カイドウが期限付き移籍から帰還、チームカラーはサイド型のものを育てているので、彼らには期待しています。ワールドプレミアの方は、独走状態に突入、残り9試合で勝ち点差は7、
優勝できそうですがどうなるか。9月3週、ようやく来ました。本当に久しぶりに若手発掘。いつ以来だろう。ずっとやってたのに、誰も見つけられない日々が終わりました。ヨバノビッチ？サカスクセブンをプレイした時にも取った覚えがあります。セブンでは世界屈指とまではいかないけど、結構優秀な万世型ウィングでした。売るよりは育成した方がいい気がします。ユースに置いときましょう。ポリシーはそんなに遠くないし、育成期間はたっぷりある、能力も良し、左ウィング。システムを433にする場合、ここのポジションがいなかったので、素晴らしい発掘でした。その後、スザニッチをバルセロナ、カイドウをサントスに期限付き移籍させ、育成が活発になり始めます。ちょっとだけですけどね、ちゃんと育てたい新戦力が増えてきました。さらに10月には石本光雄が帰国、サイドの選手が充実し始めている。10月3週、またも若手発掘の報告を受けます。再び可能性があるような内容。今まではこの時点で見つかりそうもないって言われていたので、期待が持てます。翌週、この若手発掘が大きな事件を起こします。まずは無事発掘成功。しかも見つけた選手は、まさかの川本鬼重でした。見つかるんかい？普通にびっくりしました。このクラスはそうそう見つからなかったですし。ちょっとポリシーは離れてるけど、16歳の彼を見つけられたわけですし、これは J リーグにいる中では最高の補強でしょう。他の若手もいるし、戦力になりそうな選手はトップ昇格させてもいいかもしれませんね。早く上げた方がいいっていうのも見たし。となってくると、選手枠が足りなくなってくると。なので、ベンチ組になっていた戸口にオファーが来ていたので放出します。プレイしている時はそこまで明るい未来に見えなかったけど、こうして編集してみるとちょっといい流れかもですね。公約の年間収支の黒字も達成できそうだったので、覚醒練習も再開。もう少し経営がうまくいけば波に乗りそうですよ。そして J リーグを優勝で終え。12月、待ちに待った選手にオファー。放出したかったフリードリッキーに。34億のオファー。これは乗りましょう。黒字をキープしつつ、施設をいろいろ上げます。この移籍により、40億ほどの収入。これも素晴らしいイベントです。そしてワールドプレミアの2部リーグも優勝で終え、いよいよ1部リーグ、ここからが本番というところまで来ました。ほとんど試合をカットしていたのは、あくまでも通過点だったから、最高峰のリーグでは見どころがあるといいんですけどね。ということで今回はここで終了します。次回、来年の準備、いろいろ補強が動きそうですし、忙しくなりそうです。ご視聴ありがとうございました。